皆さん、こんにちは。今回はパリオリンピックで金メダルを獲得した北口榛花選手と和田アキ子さんの発言に関する騒動についてお話しします。まずは北口選手の素晴らしい成果を振り返ってみましょう。北口榛花選手はパリオリンピックの陸上競技女子やり投げで見事に金メダルを手にしました。これは日本の女子選手がトラック&フィールド種目で初めて達成した快挙です。彼女の金メダルは日本陸上界に大きな希望と喜びをもたらしました。北口選手の成功の背景には並々ならぬ努力がありました。彼女はやり投げの強豪国であるチェコ共和国に単身で渡り、厳しい環境の中で技術を磨いてきました。その努力が実を結び、今回の素晴らしい結果につながったのです。次に北口選手の試合中の行動が話題になりました。彼女は試技の合間にフィールドにうつ伏せになりながらカステラを食べる姿が何度も見られました。これは単なる気候ではなく、彼女なりの理由がありました。彼女は椅子に座るよりも寝転がっている方が姿勢が崩れない、自分の高さに合わない椅子に座るとどうしても猫背になってしまうので、と説明しています。またカステラを食べるのは試技の合間に消費したエネルギーを補給するためでした。これも北口選手の強いメンタルと関係があると言われています。一般的に日本人は道徳やマナーを大切にします。特に世界が注目するオリンピックの場で彼女のような行動を取るのは珍しいことです。しかし北口選手はそういった世間の目を気にせず、自分にとって最も良い方法を選んでいるのでしょう。このような北口選手の姿を見た和田アキ子さんがテレビ番組で問題発言をしてしまいました。8月11日に放送された TBS 系のアッコにお任せという番組で、和田さんは北口選手の様子を見て、あははは、なんかトドみたいなのが横たわっているみたいな、かわいいなと発言しました。この発言に対して SNS を中心に批判が相次ぎました。多くの人が金メダリストを動物に例えるのは不適切だと指摘し、失礼な発言ですね、トドみたい、かわいいと言っていましたが、かわいいをつけてもトドは褒め言葉にはなりませんといったコメントが寄せられました。担当記者もこの発言について、そもそも誰かを動物に例えるような発言自体が人種差別的な表現につながる危険な発想です、公共の電波を使うテレビに出演するタレントとして意識が欠如していると言わざるを得ませんとコメントしています。批判を受けて和田アキ子さんは8月17日に放送された日本放送のゴッドアフタヌーンアッコのいい加減に1000回で謝罪の意を表明しました。和田さんは本当に不適切な発言をしてしまい、不快な思いをさせてしまったと思います、誠に申し訳ございませんでしたと述べました。彼女は先週の私の発言で本当に皆様にご迷惑をおかけしておりますと話し始め、明日のアッコにお任せの生放送できちんと真摯にお詫びをしたいと考えていますが、この番組でも一言お詫びを申し上げたいと説明しました。さらに何よりも北口榛花選手と関係者の皆様に対し非常に不適切な発言をしてしまい、不快な思いをさせたことをお詫び申し上げますと謝罪し、翌日のアッコにお任せで再度説明する意向を示しました。そして8月18日のアッコにお任せに出演した際、番組冒頭で挨拶を行い、画面にワンショットで映った彼女は、ここで私事ではございますが少しお時間を頂戴したいと思いますと述べました。先週の放送で陸上女子やり投げの北口榛花選手に対し動物に例えるという不適切な発言をしてしまいました、お詫び申し上げますと頭を下げました。続けて、私は彼女のことが大好きで日本で活躍している時から本当に応援していました、彼女が日本で優勝した際もさらに上を目指したいとの思いでチェコに拠点を移し、言葉の壁を乗り越えて練習に励んでいる姿を見て感動しました、そして念願の金メダルを獲得された時には心から嬉しく思い、テレビを見ながら泣いてしまうほどでしたと北口選手に対する思いを語りました。また先週彼女が寝そべっている姿を見た際に、可愛いと思った瞬間に動物に例える言葉が出てしまいましたが、リスペクトが足りなかったと反省しています、本当に申し訳ございませんでしたとトドに例えた発言についても説明しました。和田さんは
北口選手並びに関係者の皆様に心からお詫び申し上げますと再度謝罪の意を示しました。この謝罪に対して視聴者からは笑って許してでは済まされない時代になったのだ、和田さんの代表曲が腹減った許してと間違われたらどう思うか、それが今回の状況だといった意見や、和田さんはけなす意図ではなく愛情を感じての発言だったと思うが今後は気をつけるべきだといった反応が寄せられました。この騒動に対する世間の反応は多岐にわたりました。厳しい批判の声が多い一方で和田さんを擁護する意見も見られ、とどが侮辱になるというのが理解できない、とどって可愛いと思わない、ただ可愛いと思っただけではという声もありました。しかし多くの人々は和田さんの発言を問題視し、引退してほしい、この発言は時代遅れではなく単純に誹謗中傷、差別的だ、こんな人をテレビに出さないでほしいといった厳しい意見も寄せられています。この騒動を通じてメディアにおける言葉の使い方や公人の発言の重みについて改めて考えさせられる機会となりました。特にスポーツ選手の外見や行動に対するコメントにはより慎重な対応が求められるでしょう。さて、偶然にも話題を集めることとなった北口選手ですが、彼女はすでに世界の陸上界で確固たる地位を築いています。アメリカで1948年に創刊された陸上競技の専門誌トラック&フィールドニュースは、オリンピック女子やり投げ北口の努力が実を結ぶと題した記事で彼女の金メダル獲得を特集しました。記事では日本の北口榛花は最後の一投で驚異的なパフォーマンスを見せることで知られ、他国の選手たちからも恐れられている、2023年の世界選手権で優勝し、その後の11回の大会のうち6回で最後の投擲で自己最高記録を更新したと彼女の強さを称えています。さらにどのようなパターンでも結果は変わらなかったとして北口選手の実力の高さを強調しました。またパリ五輪での彼女の活躍についても、26歳の北口はこのチャンスを見逃さなかった、決勝で4番手として登場し最初の投擲でシーズンベストの 65.80m を記録、これは最も近いライバルに約 2m の差をつける圧倒的なスコアであり、彼女は日本初の女子フィールド競技のメダリストとなったと彼女の圧勝ぶりを絶賛しました。そんな北口選手は日本の陸上界全体にも影響を与え続けています。昨年12月下旬に行われた日本陸連アスレティックスアワード2023で最優秀選手に選ばれた際、壇上でトップを目指すために犠牲を払うことや海外に挑戦することは当然だと思うようになりました。それが私の強さであり、逆にそれを当然と思えない人がいることも理解してきましたと呼びかけました。北口選手は2019年にやり投げ大国として知られるチェコへ渡り、ダビド・セケラクコーチの指導を受けて自力を高めました。またチェコ語を習得するため2020年には日本のチェコセンター主催のオンライン講座に参加し、2023年の世界選手権では現地メディアのインタビューにチェコ語で応じるなど、その努力が話題となりました。彼女の取り組みは日本女子やり投げ界にも良い影響を与えています。6月末に開催された日本選手権で2位となった竹本紗恵選手は、今季の春に海外の競技会を転戦し経験を積んできました。今大会には上田桃音選手と斉藤真理奈選手も出場し、世界ランキングによって日本は最大3人の出場枠を確保しました。60年ぶりに日本勢が複数出場した決勝で10位となった上田選手は、北口選手が金メダルを取ると信じていた、日本にそんな選手がいるのは励みになりますと感謝しつつ、負けたままではいられないと欧州の大会への出場を決意しています。北口選手もこの流れに対して非常に嬉しい、今後もフルエントリーが続くと良いですねと期待を寄せています。北口選手の歩みは陸上界の未来を明るく照らしています。いかがでしたでしょうか。今回は北口選手についてご紹介しました。北口選手をトドに例えた和田明子さんの発言が批判を集めましたが、謝罪が話題となりました。この件は北口選手の耳にも入っていると思いますが、彼女がどのように受け止めているかは不明です。しかしいずれにせよあの発言は控えるべきだったと感じます。皆さんはどうお考えでしょうか。
よかったらコメントで皆さんの考えや感想を聞かせてください。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。